常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。新しいコーディネートでございます。白樫くんありがとう。あのスタイリストのね、白樫くんにコーディネートしてもらいました。はい、ということで今日はですね、あの岸田内閣の悲願と言われていたですね、経済安全保障推進法というのがね、昨日成立いたしましてね、早速あの左翼の皆さんが湧いているということなんでね、この法律をね、詳しくあのバイアスのかからない形でね、解説したいなというふうに思うんですけれども、基本的にね、4つの柱からなっております。これね、まあ読売新聞が非常にわかりやすくね、ここ書いてるんですけれども、こんな風にね、ヘッドライン書いてあります。経済安保推進法が成立、半導体やレアアースなど重要物資の安定供給を目指すということで、4本柱としてですね、読売新聞こういう風に書いてます。特定重要物資の安定供給支援、基幹インフラ、社会基盤設備の事前審査制度の導入、3、先端技術開発の支援、4、公表されれば国の安全を損なう恐れのある特許の非公開化という、このまあ4本柱なんですよ。で、これまあ一個一個ね、あの詳しい解説はですね、 NHK のニュースにね、非常に詳しく書いてあったんですけれども、まずね、その供給網の安定化っていうのはね、どんなまあものを想定してるかというと、半導体、医薬品、重要な鉱物、蓄電池の原材料ね、こういったものはですね、特定国に偏りすぎてないかを国がチェックということでね、まあ医薬品ではですね、マスクの問題ありましたよね、つい2年前にね。まあチャイナがマスク大量に作ってるもんだからね、チャイナから入ってこないっていうのですごい問題になって、日本でマスク作れねえのかみたいな感じになりましたよね。で、あの転売屋による買い占めとかもすごく問題になってね、まああの転売屋結局在庫を抱えたままね、倒産したところも多かったんでざまあみろという感じですけれど、まあこういったものとか、それからまあ蓄電池の原材料ね、まああと半導体なんかもそうですけど、昔あのレアアースでね、尖閣でほらあのなんか漁船の衝突事故があった後さ、チャイナが意地悪してね、レアアースをまあ出さないみたいなことありましたけれども、あれ今ロシアがね、天然ガスとか石油をね、武器に使って、経済を武器に使ってまあ戦争をやってるっていうのと同じことをまあチャイナがやってたんですが、まあそういったものね、まあまさに重要な鉱物か、これに当たるんですね。まあこういったものがですね、特定国にね、偏りすぎてないかね、まあもしくはそもそもその資源に対する依存を減らせないかみたいなね、技術開発も含めてまあこういうの検討していかなきゃいけないと、いうことで、まあ特にですね、重要物資の例としてね、この半導体、医薬品、蓄電池を上げていると、まあ非常に分かってるなという感じです。それからインフラの安全確保ということですね。これ結構ポイントなんですけど、電力、通信、金融などインフラを担う14種の、大企業、14業種の大企業、重要機器を購入する際に、国が事前に審査しますということです。で、これ例のね、風力発電問題。これまさにここに引っかかるわけですよ。電気、通信、金融などインフラを担って、わざわざ電気って例示してあるわけですからね。はい。で、この NHK の記事にもですね、電力や通信、金融といった国民生活を支えるインフラを担う14の大企業を対象に、重要機器を購入、導入する際には、国が事前審査を行いますということなんです。で、これに関連してですね、産経新聞がね、あの、いい記事を書いてましたよね。確かこれね、あ、この記事だ。これね、洋上風力がね、今なんかこう注目浴びてるということで、こんな、ヘッドラインです。中国企業が洋上風力発電に触手、日本を丸裸にという記事ね。これまあ、実は有料記事なんですけど、産経新聞有料で読んだわけでね。はい、なかなかちょっと部数厳しいですからね。朝日のなくなる日は平和の日だけど、産経なくなったらちょっとやばいですからね。はい、ということで、太陽光や風力を利用した、再生エネルギー事業が拡大する中、今年に入り中国企業が日本の洋上風力発電事業受注したことが報じられ、関係者に波紋を広げていると。で、これはなんで問題かというとですね、この沿岸のね、いろんなデータをですね、このまあ風向きとか何からね、全部取れちゃうわけですよ。で、それリアルタイムに向こうに流したりとかしないみたいな、まあそういう問題ですよね。はい。で、日本にメーカーがないということを、まあ、産経新聞は、言っております。で、この再生き、事業エネルギーのね、再生可能エネルギー事業に詳しい業界関係者によるとね、我が国には風車を製造するメーカーがない。コストと品質を見て発注企業を決めることになるが、それが、チャイナの、まあ、メイドインチャイナの、企業かもしれないと。で、中国以外の外国企業かもしれない。まあ、どっちかわかんないと。ただ、西洋の流力企業も9割はチャイナで製造していることから、結局同じことですと。要求品が品質を満たしていれば、堂々と中国製を歌って使うでしょう。中国企業あるいは中国製品だからといって、一概に排除はできないというですね、苦しい事情をまあ言っていたと。
いうことです。でね、なんでこれまあ敏感になるのかというと、さっきちょろっと言いましたけど、発電業者はですね、このね、洋上発電ね、発電機の設置海域の風力や海流などはデータを集めることができると。で、風力発電機の設置や運営を通して、安全保障上重要な情報が筒抜けになり、四方を海に囲まれた我が国が丸裸になりかねないと、いうことで、元海幕長のですね、藤田康生氏はですね、海洋の特性を漏らすことは防衛上由々しきこと、特に沿岸地域は国家機密だと、いうふうにおっしゃっております。まあこういったものをですね、まあ今ね、現行の法律はですね、ザルなんです。はい、誰でもできます。まあ一応その入札のプロセスはありますけれども、どこどこの企業を排除するとかね、例えば人民解放軍がやってる企業だから排除するとかできないんですよ。はい、そういうことやると差別だーって言われるともうアウトなんです、今の法律だと。だからこれ法律変えるしかないんですけど、まあ実際にですね、この経済安全保障、推進法によってですね、この部分が変わると、いうことこれね、入りましたから、電力ね、重要インフラに関してね、入りましたんで、まあ今後はですね、こういったものまあ法整備がされていって、まあ、バンされていくとは思うんですが、一応ね、法律不訴求の原則があるのでね、日本の場合ね、すでに駆け込みでこう入札して取っちゃったようなところってのはどうなるのかなと。まあ後ででも重要な土地に関連する法案ありましたよね。土地の利用規制法ありましたよね。あっちの方で網かけたりとかもいろいろできると思うんで、まあここはね、霞が関の官僚諸君ね、知恵絞ってね、国の安全守るためにちょっと考えてくださいと、いうところです。で、これが二つ目ね、インフラの安全確保ね。で、三つ目がですね、特許の非公開化というやつなんですが、日本はですね、特許全部公開されちゃってんですよ。軍事転用できるような特許もですね、原則公開ということに、1年半後にはね、なっちゃってるんですけど、これやるとですね、その出願内容ですね、海外企業がバクってね、軍事転用するリスクがあると、いうことで、一応対象を軍事技術に絞り込むということなんですが、出願内容を非公開にできるようにしました。しましたというか、します。はい。これからこの辺の具体的な整備始まるんですね。一応、しましょうってなって、じゃあ具体的に何が対象になるってのはこれから決めるんですけど、そういう風になりました。ただね、これ政府がですね、これも軍事技術、あれも軍事技術ってこういう風にやっちゃうとね、政令で指定できるってなると、民主的な統制が働かないので、一応これはなんか有識者を入れた会議みたいなのを作って、そこでまあ審査をしますと。官僚のまあ一存ではできないようにしますと、いうことにはなっているんですけれども、まあこれどうなるかと、いうことですね。はい。一応まあ、不利益を被らないようにですね、国も保障するというようなことも、まあ、今回の法律ではちゃんと書かれているということです。そして4本目ね、これがね、先端技術のまあ開発研究に関してですね、宇宙、AI、量子など重要分野の研究開発には資金面などで支援をすると、いうことでございます。これちょっと読売新聞と4つ目の、書き方が、違いますね。はい。あれだな。重要物資の、あれ、なんでだろうな。まあまあいいや。これ NHK のやつにちょっと載って解説しますけれども、四つ目のね、やつは、一応ね、先端技術の、開発支援ということで、宇宙、AI、量子など、重要分野の研究開発には資金面などで支援と。これ高市さんがね、量子コンピューターやらなきゃダメだみたいなことをね、おっしゃってましたよね。自民党の総裁選で。まあこれがまあ盛り込まれたという感じですかね。産業の成長力を高めるため、官民が一体となった先端技術の、研究開発にも力を入れますということなんですけど、これね、ちょっと日本のね、博士号を取った人のさ、年収ってクソ安いわけよ。うん。で、これなんでかっていうとですね、企業がね、そういう人を雇う余裕がないのが問題でしょ。で、なんで企業がそういう人を雇う余裕がないかというと、キッシーがさ、増税するかもしれないからだろ。だろ？で、こういうさ、まあ、これ、あえて俺、小手先って言い方しますけど、俺、いいんですよ。ミクロの部分でこういうことやるのはいいんだけど、補助金つけたからって、ね、その、まあ、全体的にですよ、その、博士号を取った人のお給料が上がるかっていうと、そうじゃないですよね。まあ、特に理系の博士号を取ってる人、お給料もっと上げないとですね、海外の企業からもっといいオファーが来てね、バンバン引き抜かれていくと。チャイナの企業がほら、もう戦略的にやってんじゃん、そういう人材の登用。ね、100人計画とかさ、1000人計画とかやってるじゃん。で、ああいうのをやられてしまうので、やっぱりね、基盤としてね、日本の景気を良くすることっていうのがまず最初なんですよ。プラス、まあ、こういう重点的な措置っていうふうに考えなきゃいけないんですけど、キッシーはね、こうやってね、豪族に金配るのはさ、一生懸命なんだけどさ、全体を良くすることにあんまり関心がないみたいなんで、そこ大丈夫かなと。ね。増税して景気悪くしといて、で、ここで補助金出してるから大丈夫ってことにはなりませんので、全体を良くするってこともこれね、経済安全保障に繋がってますからね。地経学ってほら、ジオエコノミクスですから、全部が繋がってるので、まあ、いいですよ。こういうのやるのもいいんですけど、大体なんかこう、ね、官僚にロビーするのが得意な人がさ、予算たくさん引っ張ってきてさ、そこにだけなんか予算はつくけど、まあ、ちょっと全体にはばらまかれないみたいな。こういうね、開発研究っていうのは、何が成功するか分かんないんですよ。これなんで僕がこういうこと言ってるかというと、ね、これがポイントです。ね。何が成功するって最初から分からないんです。
はい。官僚がですね、これが成功するって分かるんだったら、そいつらとっとと官僚を辞めてですね、自分で投資家でもやって儲けたらいいじゃん。当たるわけないんですよ。ね。政府がこの分野ってやったところで当たるかどうか分かんないから、まあいいですよ。分野ぐらいは決めてもいいけど、その分野の中でどの研究って言った時は分かんないから、全部の研究に薄く広くばらまくわけですよ。例えば500万ずつとかでいいですよ。500万ずつ1万件とかばらまく方がいいの。はい。で、そうすることによって、その500万円で工夫してさ、ね。で、こう、成果を出すとかあるでしょ。で、成果出てきたらそこに追い銭をさらにまた上げるんですよ。これまさにベンチャーキャピタルですね。はい。シードステージ、ね。アーリーステージみたいな感じでさ、ね。まあ、やっていくわけですよ。だからそういうシードベンチャーみたいなのをやるっていうノリで考えると、まあいいですよ。分野ぐらいは指定してもいいけど、この会社にもう何百億ドーンみたいなことやるとさ、また問題になるから。例のほら、スーパーコンピューターの時もね、補助金問題になりましたけれども、ああいうことにならないようにですね、ある程度ばらまいて育ったところに入れていくと。で、そういうのちゃんと審査するね、仕組みとかもね、やらないとですね、これここだーって KKD するとね、大体失敗するんで、やめた方がいいかなと、とは思うんですけど、まあでもこうやって分野を指定するぐらいのことは、非常にいいことかなと思います。で、これに伴ってですね、この NHK の記事によるとね、企業向けにリスク分析を行う会社にですね、問い合わせが殺到しているということで、港区にあるね、フロンテオという会社ね、ここにですね、すごい、こう、問い合わせが相次いでると。で、なんでかっていうと、要はこの経済安保上ですね、NG な商品とか、ね、NG な原料とかを使ってたらさ、下手するとなんかこう、コンプラ上問題になるわけじゃん？いわゆるコンプライアンスですよね。みんな SDGs 大好きでしょ？ね。コンプラ問題になるので、これ、こういうの使ってないかっていうことをですね、まあ調査してる会社なんですよね。このフロンテオっていうところはね。で、そこにバーっとこう、問い合わせが来ていると、いうことでございます。でね、これね、私ね、人材面でもこれぜひやってほしいなと思ってまして、チャイナから例えばエンジニアを採用するんだけど、そいつが実はね、チャイナ共産党の、党員でスパイだったみたいなケースもあるわけじゃないですか。前にほら、JAXA をはじめね、200ぐらいの、まあ国の機関とか、企業がですね、ハッキングを受けそうになったね、事件ありましたけれども、あの時偽名でレンタルサーバーを、契約したね、二人の、工作員がいますけれども、一人は、中国共産党員の、SE です。日本企業に勤める SE。もう一人は留学生でしたよね。留学生ね。で、彼らは、特に留学生の方はですね、まあ、親兄弟親戚を人質に取られて、お前やらなかったらお前どういう目に遭うか分かってんだろうな、みたいな、それも反社みたいな脅しを受けてですね、仕方なくこの工作活動に加担したという事実が分かってますので、まあ、こういったものも含めてですね、人材の方もね、この人大丈夫みたいな、こう、紹介サービスみたいな。人材紹介サービスね。こういうのはやっぱね、しっかりやった方がいいと思うんですよね。まあ、人材といえばパソナなんでね。パソナセキュリティみたいなことぜひね、南部さんね、ご検討いただけると、あ、竹中さんか。竹中先生ですね。ぜひご検討いただけるといいかなと。まあ、ご本人これちょっと見てるかもしれないので、竹中平蔵先生、もし見てたら、パソナセキュリティぜひやってください。チャイナからエンジニア雇うときに、こいつは大丈夫、こいつはダメみたいなね。で、こういうのやってください。で、こういうときにですね、親中派の皆さんの情報って役に立つんですよ。情報持ってますから。ダブルスパイってね、実は結構情報持ってるんですよ。これすごい大事です。インテリジェンスの基本なんですけどね。情報持ってない、ね、ただの人よりも、ダブルスパイの方はね、全然ね、有用なんですよ。まあそういう点でですね、日本に親中派いっぱいいますから、そいつらから情報吸い上げて、こいつは危ないとかね、こう、ランクつけて評価してみたいなサービスね、ぜひやってほしいな、というふうに思っております。はい、ということで、キッシー、これはなかなか、GJ だったと、いうことで、ロシアへのね、石油禁輸に続きですね、これも非常に良い仕事をしたと思いますが、あとはね、経済面ですよ。ねえ、本当にね、キッシーがロンドンで余計なこと言ってから株が1000円ぐらい下がってますけれども、とにかく増税やめましょう。金融所得課税、もう自分の任期中はやらないぐらい宣言した方がいいんじゃないかなと。もうそこまでやれば完璧なんだけどなと思うんですけどね。まあ、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思ってます。はい、ということで今日の内容面白かったらね、ぜひ高評価のボタンとね、Thanks でね、投げ銭をお願いします。それからね、チャンネル登録とね、コメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー！